まあ、いろんな狙いによって角度を変えていくという感じです。はい、皆さんこんにちは、山本義則です。今回はですね、肩幅を広くする三角筋チューブのトレーニングを紹介したいと思います。まずはインクラインのスキャプラプレーンサイドレースやりたいと思います。角度は大体これぐらいですね。60度から70度ぐらいのインクラインベンチに横になりましょうか。でスタートではこのようにだらんと下げて、腕が地面と垂直になるようにします。でこの状態からサイドレーズを行うんですが、サイドレーズだと普通にやるとこう結構こういうふうに内旋させてしまう人が多いんですけれども、これはあんまり良くないです。むしろ親指が上を向くぐらいの感じで外旋させたまま行うようにしてみてください。では行きましょう。こういう感じですね。ちょっと親指が上を向く状態です。でしっかりとストレッチした状態からそうです。三角筋の横がしっかり働いているのが分かると思います。これもストレッチした状態で負荷をかけるのが大事ですので、下で振り上げないでゆっくりと上げるようにする。ですね、このようにちょっと親指が上を向くぐらいの感じでやりますと、安全に三角筋チューブを刺激することができます。はい、ありがとうございます。これをやった後はですね、アーノルドプレスやってみましょう。普通の、アーノルドプレスですとこういう感じなんですけれども、この時にですね、肘がこう横に開く。横に開く時に三角筋チューブに負荷がかかります。ですので、開いてから開けるような動きだと、ここで負荷がかからないですね。ですので大事なのは開きながら開ける。こういう動きではなくて、開きながら上げるようにすることが大事になります。じゃあベンチもう一段高くしまして、これで今のやり方でアーノルドプレスやってみましょう。肘が最初前で上げながら肘を横に開くという感じです。このようにすると、肘が横に開くときに三角筋チューブに負荷がかかっているのが分かると思います。開いてから上げるのではなく、開きながら上げる、それがポイントになってきます。はい、ありがとうございます。最後の3種目目は、私が昔からよく勧めていますインクラインサイドレースをやってみたいと思います。インクラインサイドレース、いろんなやり方があるんですけれども、今回はですねちょっと変えまして、角度をちょっと、高く、これより1段低いぐらいの、はい、これぐらいの角度でちょっとやってみたいと思います。はい、でこの状態でまた親指がこう下ではなくて上を向くような感じで上げていきましょう。そうです。これもスタートでゆっくり振り上げないことが大事になります。このインクラインの角度なんですけれども、角度を低くするとスタートできつく上で楽になります。でこれぐらいの角度で行いますと、スタートはちょっと楽なんですが、最後の収縮時に負荷がかかるようになります。はい、では逆向きいってみましょう。収縮時に負荷をかけたい人はこのような感じで70度ぐらい、ストレッチ時に負荷をかけたい人はもっと低くして30度ぐらい、いろんな狙いによって角度を変えていくという感じです。はい、ありがとうございます。はい、今回はインクラインのスキャプラプレーンサイドレーズ、そしてアーノルドプレス、そしてインクラインサイドレーズ、この3種目を紹介しました。この3つをやっていただければ、三角筋チューブに十分な刺激を与えることができます。ぜひお試しください。